22日、静岡県では新たに2026人が新型コロナウイルスに感染したことが明らかになりました6日ぶりに前の週の同じ曜日を下回りました自治体別の新規感染者数は浜松市が最も多く530人静岡市325人三島市130人藤枝市105人 富士市95人、沼津市75人などとなっています。県全体では2026人で、昨日を2976人下回りました。また、先週の月曜日から66人減り、6日ぶりに前の週の同じ曜日を下回りました。死者は静岡市の高齢の男性ら4人が報告され、静岡県の累計の死者数は 人となりました新たなクラスターはこれまで6人の感染者が出た浜松市中区のショートステイ浜松ケアセンターそよ風の1件が確認されています。